やっぱこの高専すごいなと思って。もし神山で受かってなかったら、どこでもいいというよりは高校生になれてなかったのかなと。自分の行ってた学校が内部進学が前提だったっていうこともあって、受験をするために退学をしてくださいっていう担任の先生に言われて、母に反対されたので説得したっていう感じにはなります。家族との時間大事にしたいって思ってたんですけども、離れるんだっていうその寂しさはありましたね。でもやりたいことをやるためにこの学校に行くって決めたので、みんなと一緒じゃない怖さっていうのは感じて、寂しい、多分寂しい多分か、あっという間でしたね。なんか自分でも思ってたより早いほんまやわ、ほんまに早いわ楽しかったわ。こんな学びがあるんだなって感動しましたね、すごく。一目惚れって感じですね。自分の夢に一番近い道かなと。綺麗になってる。綺麗になってる。世界中の人をつなげるものを作る、 VR で楽しい世の中にする、誰かの生きがいになるものを作る、アニメを現実にする、儲ける仕組みで社会をより良くする。自分の思っていることを 100% 形にする。絶対起業する。建築家として予測できないものを作る。不登校の子を助ける。市場に革新を起こす。強く生きます。心から楽しいと思える人を増やす。まちづくりで過疎地域を救う。感情を持ったロボットを作る。どんなことにでも全力でチャレンジします。一期生全員で日本を変える。みんなをつないでワクワクを作る。